中野監督お呼びしたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。中野博之監督です。よろしくお願いします。こんばんは。どうも、今日ご来場ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやもう皆さんね、感動してね、ちょっとおとなしい感じなんですけども、いやここのスクリーンすごいですね。はい、普通は撮影禁止なんですけど、どんどん撮ってください。僕初めてワンオク見たのが名古屋なんです。去年の名古屋に見に来て、でまあファンの皆さんが熱い感じをずっと見ていて、はいはい、でまあすごいバンドなんだなと思って、でじゃあ監督引き受けますっていう話で受けて、だから名古屋の皆さんの熱さのおかげで、あ、やったー、これができたっていうぐらいって言っても過言ではないぐらいですよね。いや、もちろんそうですね。でもこうすごいライブのね、まあそのしっぺ返しとかそういうのも面白いんですけれどもライブのシーンってすっごい動くじゃないですか、高野さん。そうですね。それを通常なんていうのかな、まあ横浜アリーナぐらいこのぐらいにコンサートのステージがあって、はい、このぐらい空いてるじゃないですか、アリーナとかだと。でロンドンとかだとここがステージなんですよね。ここがステージで、ここに、まあ、今足があるんですけど、この線がある、線が見えないかもしれないけど、ここに柵があって、はい、バリケードがあるじゃないですか、よく、はい、で手がここまで伸びてるんですよね、こうやって。ああ、分かる分かる、はい、結構近いですね。僕が立ってるとこのお腹にベラベラと手が当たるんですよ、こうやってこうなる感じで、両太が立つと両太の頭がここら辺にある感じなんですよ。僕がしゃがまないと邪魔ないじゃないですか、はい、そうですね、僕寝転んでたんですよ。でこれ見ながら地べたに寝転んでるか、もうそこ張って撮ってたんですけど、うわすっごい体力、監督も体力めちゃめちゃいるじゃないですか。いやでもそうしないとかっこいいベースの絵が撮れないんで。ああそうなんですね。で俺寝転んだまま亮太と何回も目が合って、彼らどうなんですかその間は。俺ここ寝てるじゃないですか、亮太君。あ、そうなんです。ちょっとだから目線もらってるみたいなとこがあるわけですね。あ、それがそうだったんだ。ロンドンはリオタを狙って撮ってて、最初に出てくるファイルはね、はい、あれはリオタの灯籠を撮ってて、うん、痺れましたから、もう。あ、最初のその灯籠撮った時に、なんか衝撃が走ったって感じですか。いや、なんていうか、本当にかっこいいんで痺れるんですよね。で、いやもう痺れるっていう言い方しかないんですよね。かっこいいと思って。で、その後ちょっとここに屈強なレスラーみたいな人がいるんですよ。必ず要するに倒れた人を運ぶ人がいるんですね。で、あと護衛みたいな。その人がタカちゃんを邪魔して撮らせてくれないんですよ。で、トールちゃん撮って、トールちゃんかっこいいんだけど、そこから、はい、タカのとこへあーに間に合うように走っていくことすると、はい、こう狭いところをうまく行きながら、ここに橋本瑠衣ちゃんが写真撮ってるし、余計ながら揺らさないように行って、たどり着かなきゃいけない。その時にはもうタカちゃん隣にも、あ、じゃあこの子にいる。監督めちゃめちゃ大変。いや、もう捕まえるの大変だったんですよね。で、はい、もしかしてなんかフォーメーション決まってんのかなと思って、うん、動きがね、2回目ももう狭かったから、はい、あまり動かなかったけど、でもタカちゃん抑えたいからってタカちゃんの方へ真ん中に行くんですよね。で3回目になった頃に、はい、ふっと崖でみんながシーンとしてる時あったんで、はい、すごくよく動くよねって話をして、僕らは隙間があるとそこに行くようにできてるんですって。隙間があるところに行くっていう、必ず隙間を作るなっていうフォーメーションでやってるらしいので、なるほどねと思って、っていうことは俺が待ってればそこにどんどん入れ替わりで来るんじゃねと思って、確かに確かに、その日はもうそのままいたらどんどん入れ替わりでどんどん来るんだろうな。よかったですね監督動かなくてよくなったんだ。そうなんです。でもタカさんのね、動きはちょっと分かんないですもんね。いや、タカちゃんはちょっと捕まえづらいですね。本編中も真っ暗でよく見えないシーンあるじゃないですか、シンガポールかなんかで真っ暗で、あれはね、肉眼だと全然見えてないですよ。カメラだから映ってるんですけど、肉眼全然見えなかったです。もう肉眼で見てどこにいるか全然分かんない。でもディーパーディーパーパリの、もう極悪なストロボなんですよ。極悪っていうのはもう最悪ですね。うんうん、ストロボの量って、まあ、パカパカパカってくると目に悪いからって、テレビでポケモン以来規制されてる。遠くで見てくださいみたいな、ね、書いてありますよね。点滅しますから、はい、
まあ、ロックなんで、そんなぶっちぎりでもドムシじゃないですか。あ、そうか、そうか、そういうことですね。照明は普通に当たってなくて、ストロボだけでやってたりしてるんです。すごいですよ、現場にいると眩しくて。チカ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 と、目やられてますよね。本当その痺れてかっこいいなと思ってたら、ここら辺にちょっとちっちゃいスピーカーがあって、はい、ちっちゃいスピーカーなんだけど、あのモニターって言って、あの左右にでっかいスピーカーがあって、はい、会場全部で鳴らしてるんだけど、それだと前の人にちょっと隙間ができちゃうんで、はい、そこに鳴るスピーカーが置いてある会場があるんです、でそこにはまると金縛りみたいなんですよ。あ、そこのものすごい狭いんですけど、はい、このぐらいだけ、あの大きい音が鳴ってるとこがあって気がつかないでしょ、はい、撮ってると、でここにスポッと入ると音がものすごくなる、でもう、もう鼓膜がもうビビビビビになって、もう金縛りになっちゃう、うわーって震えちゃうみたいな。大変でしたね。もういや、だからでもその時は音楽が聞こえるから嬉しいんですけど、通常はキャーの声で音楽全然聞こえないんですよ、もう皆さんのね、その熱狂の声で、僕だからあの編集する時に初めて音楽がきちっと聞こえたってことですか。そうなんですよ。なるほどね。で、イエーイって喜ばして、いやー、でもあの各国回って、でライブも順にあったわけじゃないですか、はい、で、曲をね、まあ、どれをどういうふうに使おうか、どのシーンをどういうふうに使おうかっていうのがすごい大変じゃないですか。で、一つまとめなきゃいけないから、これ時間内に、まあそうなんですね。だからその最初 の映画のオープニング、トリアノンっていうね、最初のコンサートの1曲目なんですけど、それはタカちゃんがどうしてもあの完成が、あのなんていうのかな、忘れられない、もうすごく印象深かった、あれを使ってほしいっていうんで、で他の曲はやってたんですけど、じゃあそれにしようってそれにして、で、まあ、そこからはあのセットリスト通り、まあ、ディーバディーバー来たりとかしてるんですけど、まああの結局僕自身そのすごくかっこいいとかしびれたとか感動したとかっていうのは手応えとしてあるんだけど、どの曲だったかわからないわけですよ。でその国の引きですね、引きの全部が入ってるやつと自分のカメラをまず並べてって、でザーッとこうあの当たりが多いのを探していくんですよ。ものすごくいい、はい、5つ星クラス4つ分けてって、分けて、で各国をまずそれでやってから、はい、他のカメラをいっぱい置いて、もう一回真剣に編集していくんですけど、あのなぜかっていうと、あの、まあ、すごい撮影の量があって、これをこのまま放置しておくと、10年20年してじゃあ僕のなんかこう世界初めて行った時のライブの映画の、あれをフルで見たいっていう思いつきがあったとするじゃん、はい、例えば、はい、例えば、はい、で今やっとけば覚えてるからできるんだけど、20年後に俺生きてないかもしれないし、いや、そんなことないけど、いや、でも忘れちゃいますよね。誰かがやるっつったらすごく嫌だから、あ、やっぱりね、ご自身がこう思ったのと、彼ら自身もその映画ではこういう感じだけど、その日のコンサートっていう記録が欲しいじゃん、だと思います、はい、僕だったら欲しいから、だからそれで結局、ドローンドーンとやっぱり2つ全部編集したんですよ。で、大体1個のコンサート編集するのに1ヶ月ぐらいかかるんですけど、まあそれをなんとか3週間ぐらいでやって、いやきつかったですね。それできついですね、でだけどまあ香港とかあのなんかあのなんていうかな、熱唱を取ったって記憶があって、だからそのなんかその会場でものすごく記憶に残った、はい、でやっぱ自分がこう感動してこうジーンとしたとか、マレーシアとかのトラブルの後に、トラブルありましたね、やっぱあのあそこなかなか映画で表現できてるかどうかちょっとわからないんですけど、僕はあの舞台監督の人に説明してもらったんだけど、あの実際あの現場撮りながらもう感動しちゃってたんですよね。やっぱあのしっぺとかでトモヤをバシバシいじめてるタカがこんなになんていうのいいやつ、はい、いやなんかちょっとジーンとしちゃいますよね。いいですよね。だからその心の絵がすごい優しいですよね、まずその根本的に根本がすごい超いいやつ、ね、っていうかいいやつっていうその言い方のあれにもよるんだけど、あのまっとうなことはまっとうにちゃんと正常を通したい人っていうか、だからあのちゃんと挨拶もするし、はい、あの実際それであの、タカちゃんが耳がいいっていうのをみんなに見せたくって、で僕は各国 の, あの通訳さんとか現場の人にタカちゃんが聞いて、はい、言葉をやってるシーンがあるじゃないですか、あります。であれのシーンで全部タカちゃん入れてたんですけど、あのプロとして
練習シーンはあまり入れたくないのだと。あ、ご自身が言われて。いや、あのプロの心得としてはあるんですね。あの、なんていうんですかね、表に出てるものを見せてる人が裏を見せるものではないっていう教えもあるんで、まあ、それも彼の中にちょっと DNA としてあってですね、まあ、それもあるし恥ずかしいしっていうのもあって、まあ、いよいよじゃあ少なめにしようって。でもやっぱりあの可愛いっていうかね、彼らしさが出てるのを、そうですよね、ボールペン返してどうもありがとうっていうような去っていく感じとか、あれなかなか細かいところが、ね、いや、もうああいうところにね、全ての性格が出るんですよ。本当そうですよね。ちゃんとしてるやつっていう、ちゃんとしてる人、うん、あれだってそれ通訳してもらってるのはあのボンのドイツの消防団員なんですね、公務員ですよ、消防署の人が、はい、あのセキュリティやってくれて、その人に通訳で、あの一緒に裸になろうぜって言ってるのを訳してもらってるわけですよね。それそうなんですね。いろんなエピソードいっぱいあるんですね。ということで撮りましょう、撮影しましょう。撮っちゃいましょうよね。はい、シーンの中にある、皆さんこの中で日本語できる人いますかっていうシーンがあったでしょ。ありましたね。あそこやりますよ。あそこあのシーンやりますよ。はい、なんて言ったか覚えてますか。なんて言ったか覚えてます。覚えてる人。私たちは、私たちは、私たちはワンコロックが、ワンコロックが大好きでって言いましたよね。はい、行ってみよう。行くよ、せーの。私たちはワンコロックが大好きで、監督、25秒です。25秒です。どうでしょうか、はい、皆さん LINE 世代で、Twitter も Facebook もやってないかもしれませんが、ぜひ今日この栄えある先行上映に選ばれたものとしてですね、お友達に、そして皆さん、お友達しかいないか。そうですね、お友達、近所っていうのはね、まあ、近所のおばさん誘ってもね。でも何回も見たくなりますね、うん、僕は結構ね、もう7回目見てる、ね、飽きないね。しかも編集もしてですからね、何万回ぐらい見てるって感じですよね。何回も見てるけど、ね、いっぱい面白いところあるね。ねえ、まあそういうことなんで、はい、ぜひ宣伝よろしくお願いします。はい、来週から5月16日金曜日からですからね、3週間宣伝でですね、よろしくお願いいたします。ちゃんと送っておきます。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お茶発表お願いいたします。